自民党二回生問題ということですね。そうですね、まあ次から次へとですね。ただけしからんとかこういう方が議員をしてていいのかっていうこともあろうかと思うんですけど、私森友の時によく申し上げたように、これ明らかにですね、もう司法に引っかかる問題はですね、これはとんでもない話だよねって済むもんじゃなくて、やっぱり法治国家なわけですから、こういうことをしたらちゃんと刑事罰を受けるんだよと。じゃないと音声はですね、山ほど今テレビを通じて流れてるわけですよね。あるいは子どもたちは聞いてるかもしれない。少なくともその人をですね、殴打している音もはっきり聞こえてるわけですよね。でも国会議員ならこんないい大人が、いいおじさんをですね、ないがしろにして屈辱的なことをしても、いた党を辞めればそれでいいのかなっていうのではですね、ただ単に政治不信じゃなくて大人の世界に対する不信感ばっかりが芽生えてしまうと思うんですね。明らかに暴行ですからね。ただ麻生さんも口滑らしたんでしょうけども、ね、厚生省が、厚労省がやっと永田町が引き取ってくれてよかったとまた余計なことを言ったと思うんですけど、松岡真理子議員はもともと東京大学卒業して厚生労働省にお入りになって課長補佐までお勤めになって、でその後、自ら公募に応じて、議員さんが永田町に来られたんです、ただそれ麻生さんのですね、言い方もいかがなもんかと思いますけども、でもね、この方がもし本当にずっと厚生労働行政をそのままですね、いわゆるキャリアですから、おそらく審議官とか局長とかをですね、狙うでしょうけども、それを言ってたら厚生労働行政ってのは一体どんなことがなされたんだろうかという感じがするんですよね。例えばもういい年齢の方にですね、ああいう屈辱的な言葉を浴びせかける、で足蹴にする、そういう方々がですね、例えば高齢者の問題だとか、あるいは障害者の問題だとかってことを議論していく中に入ってきて、どういう結論に導いていったのかってことになるとすると、やっぱり議員にというだけではなくて、こういうものの考え方、人に接するのにこういうことしかできないという人は社会がですね、排除していくということを見せていかなきゃいけないと思うんですけどね。こう見てると怖くて怖くてね。